い、どうもー、水溜りボンドです。お願いしますね。まあ、じゃあ頑張っていきましょう。カンです。お願いしますということで、今日はね、かなり楽しみにしていたドッキリなんですけど、結構いろいろと細心の注意を払った上で、今日のね、この企画をまでね、来ているんですけども、僕は昔から犬を飼ってたことがありまして、犬大好きなんですよ。まあトミーも犬飼ってて犬大好きですよね。ちょっと検証したかったのが、カンタが隠れて犬飼ってたらなんて言うんだろう、ドッキリを開催したいと思います。こういう動画にね、出演していただけるような、お犬さんをちょっと細心の注意を払った上で、1日だけ僕の部屋で、面倒を見ていると。まあ、大体トミーがこの後帰ってきた後に普通に打ち合わせとかするんですけども、まあことあるごとに部屋に帰ってちょっと様子を見る。トミーがどうしたっつってこう部屋入ったら、犬と遊んでるっていう映像を提供しようかなと思います。ちょっとワンちゃんを呼びたいと思います。お願いします。いや、かわいい。視聴者の皆さん、こういうことですよね、皆さんが見たかったのって。僕もうあれミックスを買ったんですけども、あ、そうなんですね。はい、紀州犬と芝犬のあれだったんで、相当やっぱ雰囲気違いますね。そうですね、多分日本犬のミックスとは違うので。上品だな。ちょっと今日よろしくお願いします。お願いします。お願いします。届くだけ失礼します。大丈夫ですか、この撮影自体で。まあ、大丈夫です、この子は。あ、なるべく慣れてるので。脇の下しっかり持ってあげて。いいっすわ。癒した。犬飼いたくなっちゃうよ。俺将来犬飼うわ。決めました。僕将来犬飼います。絶対。うわ。めちゃくちゃ安心するもん。今。あ、やっぱそういうのあるんですね。セラピー的な。いや、ありがとうな。マジで。どうで。トミーは相方が勝手に犬を飼ってたらなんていうのかちょっと検証したいと思います。誰？いや、もうちょっと。犬ちょっと飼おうかなと思って。え、本当に？本当本当。マジで？うん。え、どちら様ですか？今日これで頼まれて。あ、そうなんです。どう、Pさんは賛成？俺は急だけど。どっちなんだろうね、これって。なんで？やっぱ犬飼ってる身からするとさ、うん、ちゃんとやっぱお世話してあげたいからさ。確かに確かに。でもまあ俺が責任取るよ。はい、嘘です。え、いや、さすがにそんな急には飼わんよ。もう感情ぐちゃぐちゃ。もう受け入れる準備整ってたからね。いや、覚悟今決めたもん。ヒゲ剃んなきゃな。あ、まだ剃らんか。うわ、なんかソワソワする、こっちでねえと。安心していいよ、安心していいよ。で、トミーが守ってあげるから大丈夫だよ。テストのやつはできるな、今日。まあ、そうそう、大丈夫なの、キッチ。大丈夫。目がない。目がない。何してんの。拾ってきたの。ちょっと、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 
拾った犬触るためにこんなにアルコールつけるのか拾った犬触るために俺こんなにアルコールつけるのか怖いね、怖いね、うるさいね。いいかなと思って、キーチもいいよね。いいと思います。いいかな、買ったよ。もうペット気にしないよ、この家自体。はい、閉めましょう一旦。ということで、以上今日のミスター4でした。はい、ぜひチャンネル登録ください。また明日、ありがとうございました。いや、俺マジで買おうかなって思ったんよお前は人の心がないからさ、今やっぱ。いや、そうなんだよ。それやっぱなんだよでやっぱそれはあの、ちょっとね、思い出しかけた、人の心で。だからやっぱその、ミミがいなくなったタイミングでやっぱこいつ殺人鬼になっちゃったじゃん。いやいやいや、心がなってないです。でもね、あのなってないです。そのタイミングでやっぱいろいろ考えなきゃいけないかもしれんな。そうね、だってねえ。いや待ってよ、大人として考えよう。俺子供の時だったら絶対欲しいって言ってるわ。いや、もうそうなんだよ。子供だったらもう考え、買おうって言ってる。もう買おうって何も考えない。10代15とかでここの空間にいたら、うん、いやもうこれ買うっしょっつって買ってるもん。絶対に買うって。もう買う空気が今漂ってる。そうなんだよ。ただなんかじゃあ散歩どうすんだという話になってくるわけですね。そんな時間あんのか。そこはやっぱね、親の目線ちょっとちゃんとついてきてるから、うん、責任取れないもん。